同居家族のもののため込みっていうのはね捨て派の断捨離にとってはねすごいストレスであるってことは間違いないですねだからついついさせたくなってしまうそうですねやっぱり家族特に同居されてるとなおさらだと思うんですけどやっぱり自分で勝手にこう捨てちゃいたくなるというか捨ててしまいたくなるっていうこともあると思うんですよ。それはやったらいけないんですよねつまりね価値観が違うわけですよね。ここちらははは断捨捨離とととししてててててたた方方ががいいいいいいいうううう価価値値観観を持っるどもね向貯めお で自分の価値観って私たちは正しいと思ってますよね、はい、だから価値観のね価値がある、うん、つまり正しいから価値がある価値があることは正しいことだという思い込みがあるから。うん 自分は正しいでそれをそのまま相手に伝えると実はあなたは間違ってるよとあなたの価値観は正しくないよと否定から入るわけですね。ですねで否否定定から入ってて、うん、されて嬉しくない、ね、嬉しくな,い、ね、ないんです、ねうん、すよね反発まだから結局ね <laughs> 本当にに、ね、つくづくと思うんですが片付ける片付けさせるとかねあるいは片付けないとか捨てる捨てさせたいあるいは捨てないとかその片付けと捨ての問題っていうのは本当にね他者に対する価値観の押し付け同士で、うん、結局ね人間関係なんですよ。